親愛なる友よ、ゴーストクラブに奇妙な事件がある。心霊術師の驚愕のサディウスが次の降霊会で自らの死を予言したのだ。見てきてくれんか。ランプをつけろ。おお、本当に死んでいる。驚くべき霊能者だった。私は個人的な金銭問題をはっきりさせるために来たんだがな。何が起きたのかわからない。死を予言してはいたが、こんなことになるとは思わなかった。能力が本物だったことに疑いはないわ。彼が知るはずない私の日々の行動や、とにかくありとあらゆることを知っていたんだから。彼なら間違いなく姉と話をさせてくれたはずなのに。サディウスが亡くなってとても残念よ。彼は私たち全員に全てを明らかにすると言っていたのに。結婚の申し出を受け入れるべきか決めるためここに来ていたの。サディウスは死んだ姉が助言できるように彼女との接触を試みていたわ。私に最善の選択ができるよう心から願ってくれた優しい人だった。これからどうすればいいの？ただのショーマンですよ。毎週顧客を出席させて恒例会を開いていました。人がたくさん来るとそれだけ劇的に見えるのです。降霊会ではウルスラ様に付き添います。ご病気で私が必要なんです。死後の世界は信じてませんが、奥様の慰めになるならば害はないでしょう。ミトンズが死んだ後彼を探しに行ったの。ミトンズは最愛の猫ちゃんよ。数週間前牛乳運搬車に轢かれたの。それからずっと必死に愛しいことの接触を試したわ。でも最近は体調も悪くて、もう私も長くないわね。愛するあの子の話が聞きたかったの。サディウスならミトンズの願いを伝えられるはずだった。ミトンズが財産を誰に残すと望むのか知らなきゃならないのよ。サディウスが亡くなった今では永久にわからないわ。まったくもどかしいよ。単純な質問なのに何度も降霊会に来なきゃならなかった。毎週毎週だ。毎回サディウスはあちら側の世界から一部の数字を引き出したが、全ては教えてくれなかった。今日は全て教えてくれるはずだったのに。あら、これは聞いてなかったわ。サディウスは書類にサインすれば彼への絶対的な信頼を死んだ父に証明できると言ったんだ。
しよし。ゆっくり。ハワードは秘密の銀行口座で頭がいっぱいになってるの。男子の相続人として当然だけど、父の財産をほぼ全部相続した。でもいくらか秘密の口座に入っていたようね。大金だとは思えないけど。高齢会には何度か行ったわ。ハワードの時間を無駄にしていると思った。霊能者への委任状？ずいぶん珍しいわね。父上は詐欺師の話をしていた。婚約が延期されたのはそいつのせいだったんだ。ことを話してくれる人間を決して信用するな。彼は何かを狙ってる。娘が抱いている死んだ姉への愛情を利用してな。あのペテン師さえいなくなれば、娘とエベレット・ボイドとの婚約をようやく発表できる。ジャニスはいつも意志の強い姉に従っていた。だから死んだ後も助言を請う。とても悲しい話だ。だがもう自分のことは自分で考えるべきだろう。何が最善かは分かりきっている。ジャニスくらいの年の娘は結婚するべきだ。エベレットは両家出身のとても聡明な若者だし、間違いなく大きな成功を収める。これについて誰かが詳しいかも。地元のビール醸造所のオーナーを知っていて、彼の事業の成功に確信がある。経済的支援が必要だが、やっとジャニスとも結婚できそうだし、醸造所に投資すれば大儲けできる。ジャニスは愛らしい人だ。プロポーズを受けてくれたら光栄だよ。心から好きなんだ。
それは俺だ。そう、ある男が時々ここに来るんだよ。あの家の奴らについて教えれば6ペンス銀貨をくれる。変なところはない。ただの普通の男だ。あそこのあの建物に入るのを見た。もっと質問しなくちゃ。健康状態は良くないわ。しかも猫を亡くした今、生きがいがないみたいなの。ウルスラ様は飼い猫のミトンズに財産を残すつもりだったの。でも猫が死んで以来、ミトンズの考えを聞こうと霊能者を訪れている。長年ウルスラ様の執事をしているわ。私たち結婚する予定なの。でもその前にダグラスが貯金をしたいって、もうすぐお金が入ると言っているわ。信じない。執事がサディウスを買収してたと言いたいなら逆に聞くわ。どうして偉大な霊能者がただの執事の言うことを聞くと思うの？ん？私の姉妹が
サディウスに金を渡していた。道理で書類にサインしろとしつこかった。このことはアンとじっくり話さねばならないな。なんてことだ。事務所を見つけたのか。ならば認めよう。サディウスと私は世界中を旅して間抜けどもを騙しては財産を巻き上げていた。だが彼の死は偽装のはずだった。彼が死んでも私に何の得もないし、むしろ大損だ。エベレットがサディウスにお金を渡して私を操ろうとしていた。ありえない。サディウスは何もかもお見通しだった。あの世と交信できる力を持っていたんだから。つまり誰かがサディウスに金を渡して猫が遺産を欲しがっていると言わせた。随分な計略ですな。私の企みを暴こうとしていた。仲間を裏切った報いを受けたんだ。このサディウスという男はあまりに賢すぎたね。でも君は巧みに全てを組み合わせた。ミスター・レイモンドはこの事件に特に興味を示してた。サディウスの二枚舌を称えてたよ。